SSSS 広島発道頓堀経由世界の軍曹オンドセット。さあいよいよ大阪ラウンドですけれども、決戦のメインイベント任せたのは成崎直樹、そしてその対戦相手は当たり前というように出てくるでしょう、ストロングハーツ総帥シーマですね。シーマだね。まあ見ようかまだね、そうですね、出てきもしていないですからね。しかしこれはじらしている、じらしている、じらしている。さあ戦いはすでに始まっているのか、リングから、リングの、おっと、これはどうしたんでしょうか。宮本武蔵スタイルってことかね。残留島スタイル。いやいやいや、どうですかねこれは。はい、でも先に出てるからね。ああまあまあ、先に出てるという意味では確かに佐々木小次郎というか宮本さんというか、そうですね。これはちょっとこれ会場内の不穏というか、確かに、いやいや、これは一筋縄ではいかないといったところなんでしょうか。そうですね、あのまあ対抗戦なんで盛り上がるタイミングで出てこないみたいな嫌がらせもあるかもしれませんね。このショーそのものも対抗の相手なんだと、はい、そうですね。これは、しかし徐々に徐々にではありますが、この曲が流れ続けることによってストロングハーツがこの会場に染み渡っていくようにも感じられます。そういうことだね、俺が主役ってのをね示そうとしてるのかもしれないね。いやらしい。2周目だ。さあ2周目に入りました。おっと2周目に入って出てきたシーマ、さあしかもこれは単独で出てきました。いや後ろからやはり、後ろからやはり出てくるのはストロングハーツ。お、戦闘スタイルですよ。おっとシーマ、さあこれはバトルスタイル、バトルスタイルですね。さあバトルシーマですね。さあこれ軍艦、そして黒のパンツ、ハードコースタイルですか。いやどうでしょうクリスさん、ハードコースタイルということですかね。サズ、さあそして赤く染めていくダブプロレスの赤い膝の、赤い膝の彗星が現れますよ。赤い膝の彗星ですね。いやいやいや、はい、一気にここでダブプロレスの空気に変えていくでしょうか。ということは、あの対戦相手は黒い三連星といったところですかね。なんとファーストガンダムの、いつまで待たせるんだ俺だぞ、谷崎だぞ、一人扱い注意、谷崎直樹。しかしコーナーにいるのはバトルスタイル、怖い怖いシーマやぞ。さあ志賀がぶつかる、志賀がぶつかる、谷崎直樹。テレビ吉野圭吾、リング上2人対峙します。緊張感がありますね。緊張感スタート。これはでもどんなか通常ルール、通常ルールですね、通常ルール。じっくり行こう。レフェリーとしてリングアナウンサー解説もありますね。これは通常ルールで行われます。緊張感の中でここからは野獣の時間。音楽に対してアレルギーがあるようですね。あー、うるさいと集中できないと。そうですね、あれですね、いわゆるフォーカス音楽、ミニョーンみたいなのをかけてあげたらね、集中できるんですかね、もしかしたら。さあここはやはり自分の空気になるまで戦わんぞと。ただダブプロレスのシングルマッチは25分一本勝負、このまま終わってしまう可能性もありますよ。さあこのあたりは十分もちろん、キャプテンレンバー経験の差が違うと豪語するシーマ選手ですから、そのあたり十分よかった。いや、ここでも仕掛けない、ここでも仕掛けない。25分間フルに使っても勝てばいい、そういう構えでしょうか。どうでしょうね、まあ、態度が悪いですね。態度が悪い、まあ、ダブプロレスの組織から見ると態度が悪いと見えるでしょう。さあ、ロックアップ
ス、ここはすぐに離れていく。しかしこの2人ね、戦前ではツイッターでね、こじらせ中年というね、はい、さあですが、この2人ですけど、もといた団体のね、手の、因縁ももちろんあるんですけれども、はい、このあたりはこう、お互い何か感じとかあるんですか、それとももうそのまま覇気を払拭してストロングハーツなどと未来を伺い戦うということなんでしょうか。どういうことなんでしょうね、そこら辺はね、この辺りも見えますと。ピーマがまず仕掛けていく、ダブルプロレス、地下の剣士にかけましたが、しかし、大体がこっち見ろと、こっち見ろと、こっち見てるではあるのかというばかりですね。まあ、地下の剣士とシーマは同ユニットというあれがあるのかもしれませんね、はい、元同ユニットかと思いますね。さあ、このあたり、ということで、過去にそうね、愛憎がカバーする感情ですかね、はい、さあ、しかしリングに上がってこのコスチューム、ストロングハーツとシーマ、完全にやる人見るべきでしょう。しかし谷崎直樹もですね、これダブルプロレスを背負って、さらに過去という話で言えば自らの過去を生産するという意味でもこの戦い負けるわけにはいきませんね。そうですね、まあ、ここで負けてしまったら同じことの繰り返しになってしまいますからね。なるほど、繰り返すために過去があるんじゃないと、未来のためにここがあるんだと。そうです、突き破るべき何かですよ。あー、逆ルートシーマは何回やっても同じ、おっと、ここで肩裏に足を打って、くるっと回って、さあ、今これうまく前の方に倒れ込む、この方に一旦こちらで聞いてますね、はい、視線を制したのは谷崎直樹というところか。おっと、ここで結果脱ぐんですね。結果脱ぐんですね。ハンカーの流れが出た場合には、あ、警戒していたのですかね、これね。はい。邪魔だということで、ここでお互い、いわゆる、フードのファイトもできる、そして、もちろん、確かにチーマ選手は何ですか。マッドスプラッシュ、マッドスプラッシュ、シュバイン、シュバイン、なるほど。対する彼の気直しはやはりインプラント、インプラント、なんと高度へのダメージを超える投げ技を持っているだけに、なるほど、一撃必殺、はい、どういうところか分かりますが、こちらお互いに聞いてますと、フードもヘビーも水も甘いも神々キャリアの中で、はい、ステージ展開されていますね。はい、極上のレスリングかもしれないね。ロープを使って動きを取ったのはチーマでしたが、それをうまくリスターのは足りなくなるんですかね。そうですね、最初の受け身ですよ。そうですね、はい、先ほどのスクイナーで、そして今ね、バックバックというのは初めての受け身ですね。そうだね、そうかもしれない。まあそれはプロレスラーにしかわからない何かかもしれない。やめてください、スリーはそんなに関係ないんだと。相手が普通にすれば高層面の広地一戦。さあ、そしてカメラを無視する余裕を見せつける。まあ何かとカメラを意識してますよね。やはりこの人も一つ経験の差なのかもしれない。まあそうですね、カメラの向こうを意識されている。あっと、ラッカーレッグシープ、いわゆる川津崖落とし、川津崖落としですね、はい、はい、ロープを打って動きの中で、そうですね、はい、別名仲良しの酔っ払いと呼ばれるね、川津崖落としですね。今でも噛みつかんでますから、かなり仲悪いですね。ああ、なるほど、なるほど。さあ、十分な体勢を取ってのダブルフットスタンプ、カメラに身を受けるシーンは、さあ、ゆっくりゆっくりリングの中をロスロスと、さあ、谷崎もこれはやはりダメージ見せるわけにいかないですよね。そうですね、
シアンフックですか。はい、おーオープンプロー気味に叩き込んでいった。オープンブロー組に叩き込んでいった、パンチでしたけれどもさ、場外に行って乱戦ですね、乱戦ですね、乱戦を持ってます、ね、人数的にはゴブか、いやダブがやや有利か、まあ圧倒的有利のはずですが、ちょっとレインパルマダメージ深いですけど、動きがちょっと制裁が入っている。そうですね、第2試合で相当ねゴミのように投げられてましたからね。そうですかね、最後ナイトライド1点、はい、おっと舞台の上にも戦いが広がっている、はい、舞台の上、あ、そしてさ、正岡に対する劇場が止まらないのは、はい、もうどこを見ていいのかわからない、はい、どこを見ていいのかわからない、はい、そしてここから見るとシュープロ記者も参戦したように見えますね。参戦、メディアを巻き込んだ戦いですか。はい、なんていうことでしょう、いきなりメディアを巻き込んだ戦いになってしまっているのかな。メディアミックスっていうのは最近はそういうことではないと思うんですけどね。全く違いますね、はい、あくまで両団体のスタイルの戦いということになっています。はい、スタイルウォーズでございます。おや、おっとおっと、ここでリングに、あっ、あっ、なんとなんと、これはリングが無人になった中で、鬼塚がさ、ブラザーヤスキーを投げつけている。レフェリーが当然止めるというか、もうこれ関係ないですよね。そうですね、さ、試合に関係ない両者は出ていくべきです、はい、試合に関係ない両者は出ていくべきです、まあ、人数に対してレフェリーは一人なんでね。そうです。しかし場外から帰ってきたストロングハーツチームは表情が一変しています。はい、表情が一変、先ほどのカメラを意識していた顔とは全く違う。はい、何があったんでしょう、場外ね。はい、場外何があったんでしょうね。何があったんでしょうね。かなりここからはなんか見えにくい位置だったんでね。しかしこれ、谷崎の膝に照準絞ってますね。そうですね、まあ膝小僧といえば谷崎直樹というところがあります。 あらゆるところから膝を叩き込んで起死回生を狙ってきた谷崎、はい、しかしその武器がいきなり攻撃を食らって、これ場外でどうやらお互いダメージ蓄積して帰ってますね、これはね。そうですね、まあ膝といえば今プロレス界では流行りの攻撃なんですけども、はい、谷崎直樹と弘樹に関しては完全オリジナル。なるほど、はい、この中しかしそれはもう当然分かってるんだと。そういうことですね、当然分かっていると、はい、これはもう攻めるべきは確かに、さっきのロシアフックも今日いあるものの膝なんだと、はい、あーっとここでさあ少し笑顔が出る余裕が出てきたか、さあリックルード割り切った、はい、さあ、あ、これレイパロマのあれですね、はい、普通をもう揶揄したわけですね。そういうことですね。さあデスロック、片足のデスロックに固めたまま、あっとバックバンクを取ることで、これは膝、左足内側陣地帯でしょうか、はい、ダメージしますね、はい、ただねこのねスタイルウォーズ、はい、という部分ではやはり我々は ECW、はい、ECW にやってきたあの4人、3人か、クリス・ベノワ、エディ・ゲレロ、あーなるほど、はい、そういうものを思い起こさせる感はあります。なるほど、ダメプロレスが表現する世界、はい、スタイルの中にストロングハーツというものが入った時に、はい、もしかすると新しい世界スタイルが広がるのかもしれない。そうなんですよ、なるほど、はい、刺激としても十分、しかし今は敵対分子として排除するんですよね。そういうことになりますね。なるほど、まず認め合うことはできない、認め合うことはできない。おそらくストロングハーツも同じことを言い返すんではないでしょうか。そういうことでしょうね。そうですよね、あの、はい、もちろん存在は認めると、存在は認めよう、しかし、はい、お前たちが上か下かそんなことは分かりきってるだろうというのが、そんなことはね関係ないんだよ、関係ない、はい、俺から言わせれば関係ない。なるほど、はい、しかしリング上では谷崎直樹が膝攻撃に苦しめられ、そしてサマソードドロップ、
カウントが進んでいまして若干不利に見えますけれども、はい、若干不利に見えるか、しかしやられてからがプロレス、そんなことはみんな分かってるはずだ。さあ谷崎直樹もさ、全く表情に曇りはない、はい、もちろん痛みは感じています。ですが、さあ常に見上げるのではない対等の目線で見つめ合っている。そうなんですよ、やつには曇りがないんです。しかしそんなことは分かってるんだと、シーンはストロングハーツを動員して、はい、これは卑怯だぞ、なんて卑怯な奴らだ。リング上で、リングで中央に青く返した、お引き下がりください、お下がりください。シーンは余裕が生まれてきた、はい、そしてレフェリーもね、全員を見ることはできないね、こうなってくると。そうです、こうなるとやはり、まあ、反則が起こりやすいコーナー際はもう注意せざるを得ない。反則が起こりやすいコーナー際はね、そうですね、そこをレフェリーとしては注意せざるを得ないですよね。面白いね、はい、まあ、それはやっぱなってですね、持ってる時、はい、反則ですから、はい、コーナーでは何が起こるかわからない。そうですね、80年代のニューヨークみたいですね。あ、なるほど、そのどこのコーナーにも何が潜んでいるかわからないさ、はい、そっちのコーナーには何が潜んでいるのか、膝が潜んでいるか、とぶつ潜んでいたのは、さあシーマのブーツですから、エルボー、そして膝がここかに潜んでいた。速攻で叩き込んだ谷崎の膝、しかしダメージが深いか。さあシーマが立ち上がれないぞ、しかしダウンは許さない、ダウンは許さない。あーっとステイ、リングの上にびっしりと立ち残っているのはシーマ。さあ投げられるわけはいかないですよね。あーボディースラムが、ボディースラムがここまでの感情を引き起こすとは。さあそして準備万端、今こそ膝、膝、さあリング中央に倒れ込んだシーマ、パワー勝つ。これまでかなりパワー少なく進行してますから、この試合。そうですね、そしてね、意識していったと言っていいでしょう、はい。ビザブロックしました。さあ、あとキャッチされた、キャッチされた、キャッチされた。シーマがキャッチしてシンプルに膝を、膝に膝をぶち込んでいくぞ。はい、あっとドラゴンスクリュー、高角度のドラゴンスクリュー、ドラゴンのスクリューですね。高角度、自らの肘を犠牲にしたかのようですが、はい、自分の肘より谷崎の膝だと。そういうことですね。これは効果効果にはならない、十分、はい、メリットのあるディールということですよね。あ、いわゆる肉を切らせて骨を断つ。さあ断たれた骨、あ、断たれてしまったのが、あーっと、あー、全体重を重ねて膝をコーナーに叩くと、これ膝への攻撃を集中させるのは、これもしかすると膝封じではなく、これはドラゴンスクリューのあたりから、これ攻撃を封じるのではなく、自らの攻撃として攻めていたってことですよね。これそういうことですね。全くノーマーク、全くノーマークだ。敵ながらね、ナインティーズ心をくすぐります。いやー、これは谷崎直樹はもう、あ、分かっていてもこれかわすようがない。あ、そして、あ、倉林がさあ、谷崎なんとか仲間の力を借りて、スカッチーはここは、これどうでしたね、エスケープの手もありますか。そうですね、正直4の字を裏返すと痛い、忘れていましたね。いやいやいや、これはこれね、しかしチーはこれ返すれば、はい、そのまま逆転さ、そちらやりました、アンパイは切らない。そしてロープを使っての攻撃まで仕掛けましたね。はい、いや、これいや、これはね、分かりましたよ。なるほど、あのシーマの野郎は自分の考えるプロレスリングを今俺たちにぶつけてるんでしょうね。なるほど、なるほどね。さあ15分が経過したところで、おっとおっと、さあブラザーヤッシーがオリスカ一手を投げた。さあ、ようやくリングに入ってくるのがダブプロレス勢。さあ、レフェリー、これ
しようもないですね。レフェリー大変なダメージを負ってしまいました。ストロングハーツではこれレフェリーをケアしています。これどうするんでしょうか。おっとさあリング中央リングがコーナーに接けられた。パロマーそしてキャッチ下の内田木下リーダー。あっとさあ足りないか。これはこれはストロングハーツが逆転。なんとストロングハーツは2周目2周目2周目です。なるほど。そしてテーマが発展。さあここで再逆転だ。木下パロマ天心ウチダーそしてリーダー。目が追いつきませんねこれは。さあ今度はさあ今度は谷崎の膝まで行った。出ますよ出ますよ出ますよ。ゆで卵先生公認地獄の弾道ライン。タイム。さあコーナーワークそして反則ですけれどもタッグワークをチームワークを示したのはダブプロレスですね。あインプラントインプラントインプラント。あっとカバーですがカバーですが。さあレフェリーレフェリーを据え付けたのが裏目に出たか。3秒は超えていた。3秒は超えていました。3秒は確実に超えていました。レフェリーのカウントは3つ入っていません。おっとさあさあ折りつか折りつか。さあ我慢ならない。おっとこれがまたこれはおー何ですか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 。これはねリング内に椅子。これはノーズ体ですね。これはもう完全にいわゆる This is ECW スタイル ECW スタイル ECW スタイルさつまり ECW スタイルですよ。 ECW スタイル。さあリング中央に積まれたのはパイプ椅子の山。何だ投げは何狙う何狙う。おいやいやいやシーンは見えている見えている見えているぞ。ストロングハーツチームはここで負けるわけではいかない負けるわけではいかない。昨日の名古屋での敗戦は認める。しかしここで負けるわけにはいかないんだ。いや力が入る力が入る。バーシーマブレインバスター谷崎よかおー谷崎覚醒谷崎覚醒チームを投げつける。これは大変なダメージですよ。あいつらは慣れてないからね。いやなんということでしょう。このコリジョン何度チェックしたか分かりません。しかし、はい、これがスタイルウォーズでしょう。彼らは慣れてないかもしれない。なるほど。俺なら秒で立つ。なるほど。確かにプロレスの試合数では一日の長がストロングアーツであるかもしれない。だが特殊性ではダブプロレス。そういうことですね。踏んだ何て言うんですかね、はい、踏んだ地獄の質が違うと。おそういうことです。さあ椅子を打ち合う椅子を打ち合う。さあチーマがチーマがダブプロレスの世界へようこそということなんでしょうか。さあ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 シーマがなんと椅子にが これはもうこれはこれはダメだ。ちょっとこれはちょっとあもうこれはこれはもうダメだこれはダメだこれはダメだこれはプロレスにならない。これはプロレスにならない。通常ルールですからね。これはプロレスにならない。まあ、これは俺も行かざるを得ないでしょうね。これはこの試合ノーコンテスト無効試合となります。オフィシャルの解説がありました。この試合両者反則によるノーコンテスト無効試合つまり引き分け。試合が没収されました。つまり1本目がストロングハーツ2本目がダブプロレスそして3本目は痛み分け。一勝一敗一引き分けダブプロレス VS ストロングハーツ大阪ラウンドは痛み分けの引き分け。しかしまさにお前こんなもんまさにコリジョン。こっから何ができんのか衝突だ。リングの上リングの上これまだ下がる全くついてないですね。ここまで全くついていない。あいつは下がらせんだこれ。おい先帰れお前ら。おいさあおいよか戻れ戻れ戻れお前らこれで終わると思うんだろ。戻れこっちも苦しいから泣きが逃げやがってこれだ。どこで逃げたらいいんだこれ。さ
さあここでレフェリーが試合を収縮しました。リング上のリスクがおっとここで収まらないのは鬼塚、抑えるのは鬼塚、鬼塚さあ帰れこうなるやろ収まりませんがリング上のコンコン、さあここでダブルスを痛め、これはもうさあキャンパスを破りして抜かすくらいだぞ。お前収集つけんだろ、お前下がれ下がれ、お前やし下がれ下がれ、無効試合、無効試合、一勝一敗引き分け、ダブルプレス VS ストロングハーツ、痛み分け大阪ラウンドです。さあそして一回聞きましょう。クライト、俺たちゴムレスラーと遊んでえらい熱くなってくれてるよな、おい。シーマーストロングハーツ、ようこそダブプロレスへ。まだまだお前らは絶対に逃がさんからな。